ついに世界のトップ、そして神様をも超える天才ライダーが現れた。宮岡啓太17歳、完全制覇へ向けいざ出陣。今が伸び盛りの宮岡17歳、バイクトライアル歴9年です。高校生ライダー、しっかり前を見て前、さすがにセンスが光ります。前輪を乗せてリズムさえつかめば、あとはスイスイスイッと飛び石をクリアいたしました。やはり実力者ぞろいだけに、この辺りはまず危なげなくクリアしてまいりますが、その中でもこの宮岡、一つ一つの技の安定性、そしてその正確さに非凡なセンスが光っております。じっくりと危なげなくスムーズに SG 一本橋を進む宮岡だが、パワー系エリアが居並ぶここから先が正念場。 SG 一本橋からジャンプして乗り移りました。まさに自分の手足のようにバイクを操っております。高さ80センチの鉄線ですが、ここも難なくひとっ飛び。だんだんと難しさが増してくるこのコース。んっと、お、非凡なセンスが光る宮岡ですが、意外な弱点が見えたようです。落ち着け。一気に駆け上がるための馬力が必要なスロープ一本橋、体勢を立て直したはいいが、スタミナも消耗している。途中で戻りました。もう一度巻き戻して、今度はどうだ。今度は成功です。今度は成功です。そして全く休む間もなく、団地の高さのある屋上を前輪を持ち上げまして下ってまいりました。ちょっとスロープ一本橋の手前で見せたウィークポイントですが、それをフォローしてあまりあるテクニックです。橋脚です。軽く前輪を乗せました。一気に登るという作戦でしょうか。多くの挑戦者はこの橋脚の途中の段階で慎重に方向転換するんですが、17歳宮岡はどうでしょうか。次のステップ注目です。いった、方向転換一発で成功。あとはバイクを持ち上げて高層ビルの上に立ちました。果たして17歳の宮岡は一体今胸の中でどんな作戦を描いているのか。一本橋のたもとにやってまいりました。ゴールがしっかりと目の前に広がっています。一番集中力と勇気のいるエリアです。幅5センチの一本橋はやや上りの傾斜、惰性だけではゴールへは届かない。後輪は自分の目で見ることができません。それだけに何かもどかしい、もどかしい心のもどかしさが今のライディングに現れております。宮岡、前輪は比較的しっかり前に出せるんですが、この番組はトヨタ自動車、果たして後輪がうまくブリコニューニョンと自分の感覚だけが頼り、ご覧のスポンサーがお送りします。天才高校生ライダー宮岡啓太、世界の強豪を蹴散らした難関をことごとくクリア。若さとは時にとんでもない奇跡を生むものなのか。この勢いで一気に完全制覇へと突き進む。一本橋のたもとにやってまいりました。前輪は比較的しっかり前に出せるんですが、果たして後輪がうまくパイプに乗るかどうかは自分の感覚だけが頼り。さあ乗った、前へ進む、どうだ、ゴールを持つか、ゴールを持つか、あっとパイプ、さあ乗った、前へ進む、どうだ、ゴールを持つか、ゴールを持つか、あっとパイプが、どうしても捉えきれませんでした。オールスター揃いの中で最もゴールに近い男有園、今日は一体どんな技を見せてくれるんでしょうか。毎回美しいライディングを見せてくれる有園、美しい奇跡を描いております。今日も早くもそのバイクが美しい奇跡を描いている。牛若丸の名前をゲットしたこの飛び石も綺麗にクリアいたしました。意欲満々の表情です。今日もゴールに立って、まさに世界一ライダーの名前を欲しいままにしたい有園、全く隙がありません。さすが7年連続全日本チャンピオン、ここまで不安な材料は一切見当たらない。カーブに合わせます。前
と後輪がうまくカーブに合わせて、おここで林もジャンプ、さすが牛若丸、早い段階でジャンプです。日本トライアル界最強ライダー有園圭吾、ここもそのジャンプを見せてもらいましょう。涼やかな目元、これが有園ジャンプ、着地の後の回転が憎い。そしてスロープ一本橋です。やはり究極の難関は今有園の奥に見えているパイプの一本橋、そこまではまさに有園の技の博覧会、華麗な技が連続しています。団地の高い屋上、前輪を持ち上げまして、ここもまた牛若丸、有園圭吾の面目躍如という下りジャンプを見せつけました。下りジャンプを見せつけました。まだまだ意欲十分です。今度は上りの橋脚、ランダムに配置された橋脚、ジャンプした後の車輪の着地ポイントが成功と失敗の分岐点となる。ここもじっくり攻める挑戦者が多い中、テンポに乗ってポンポーンとここまで来ました。そしてタイヤを端に寄せます。この後の方向転換に備えて、方向転換徐々に、そしてパーフェクトクリアいたしました。さすがの有園、問題はこの後です。高層ビルの屋上の先に広がる一本橋、そしてゴール、上りの傾斜があるゴールへの一本橋、ペダルを踏まなければ前には進まない。わずか5センチのパイプ一本橋、長さは 4.5 メートル、ラスト1メートルが至難の技です。どうやって集中して心の踏ん切りをつけるか、そして勇気を持って一定以上のスピードを出すか、この辺りが非常に難しいんですが、こっから先です。こっから先に今有園、すり始めた、さあ最後できるのか、うん、今有園すり始めた、さあ最後できるのか、うん、牛若丸転落です。バランスが崩れるためペダルを踏み込めず、まさに静止画像のように橋の上でストップ。日本一の実力者もゴール前で無念の落下。満を持してスーパーライダーの舞台に登場です。世界一の実力を北斗見よ。噂のすごいヤスがやってまいりました。セザール・カニャス、エリート7年連続のチャンピオンです。26歳。おお、流れるように飛び石までやってきました。勢いにあふれる、何かスペインの闘牛場のあの元気のいい牛を彷彿とさせるような動き。前輪を持ち上げまして、おお、安定しております。おお、まさに闘牛士だ、闘牛士セザール。前輪はこれぞ世界一のテクニックと安定感。内側、前半の難所 SG 一本橋を越えれば早くも完全制覇が見えてくるのか。この男には資格がない。車輪の位置を決めております。スペインの国技、闘牛を操る闘牛士のような正確さと大胆さが求められます。バイクトライアル界に彗星のごとく現れて7年連続のチャンピオン、鮮やかなジャンプです。安定性があります。非常に血気盛んな、燃えるような気持ちがその表情にも現れています。フィジカル面とメンタル面、2つの強さを持っています。闘牛士セザール、舞台に乗りました。余裕すら感じさせるセザールのライディング、完全制覇への道はそうたやすくないはずなのだが、高さのある団地の屋上です。いよいよここからがライダーとして、そして闘牛士としての見せ場。高く高く持ち上げた前輪、完全にバイクと一体化しております。セザール・カジャス、高さそして美しさを見せつけて団地をクリアいたしました。淡々とクリアしていくセザールに変わりはない。だがここからが本当の勝負。残るはこの橋脚ステップ、さらに高層ビルの上を抜けてパイプの一本橋。橋脚ステップ攻略にかかりました。測ったようにピンポイントでバイクを置いていきます。橋脚の右端、若干バランスが崩れたがすぐフォロー、ギリギリのところに前輪、そして
方向を変えていきます。鮮やかな技、登り切りました。さあいよいよパイプの一本橋、早くも胸中はその一本橋攻略に向けて集中し始めているかのようです。この一本橋、まだ誰もゴールに到達した者はおりません。投入しセザールカニャスが並みいる実力者の前。この番組はグリコ乳業、まさに世界一の力をトヨタ自動車とご覧のスポンサーがお送りします。世界選手権7年連続チャンピオン、セザールカニャス、幅5センチ上り傾斜の一本橋を渡り、初の完全制覇者となれるのか。まさに世界一の力を見せることができるんでしょうか。ゆっくりと前輪をかけて、そのまま前へ進む、そのまま前へ進む、さあどうだ、さあどうだ、そのまま前へ進む、そのまま前へ進む、さあどうだ、さあどうだ、違うんだ、投入